ファンチョイー・ヨラウス・クイーン飛行場はカリブ海のオランダ領サバ島にある唯一の飛行場であるサバ空港とも呼ばれる全長約400メートルという世界一短い滑走路を持つ商業空港として知られる飛行場はサバ島の北東端海に突き出た三角形の狭い平地に位置している三角形の西南側の辺は休憩者の散腹が迫っており 残る2辺は崖になって、海に落ち込んでいる。滑走路両端は、約20メートルの断崖絶壁で海へと、切り落とされており、離着陸時に、オーバーランすれば直ちに崖から海に転落することになる。滑走路の短さに加えて、こうして過酷な立地からも、離着陸のために操縦士の高度な技量が求められる、飛行場として知られているが、大きな事故は、今まで起こっていない。 飛行場の開港は1959年。このような極端な飛行場が作られたのは、サバ島がシーナリー山を中心とした火山島であり、これ以上に平坦な土地がなかったためである。サバ島最大の集落ボトムは、シーナリー山を挟んで約5キロメートル南西にある。山の中原に連なるいくつかの集落を結んでいる、幹線道路の一端は飛行場につながっているが、 アクセス道路は約400メートルの標高差を降る急激な下り坂になっている。この飛行場は公式にはハイミナトとされており、滑走路には進入禁止を示す X 印が描かれている。しかし、当地の民間航空当局が権利を放棄するのと引き換えに航空会社が責任を負ってこの飛行場を利用している。人口約1500人の島では唯一の空港として、 島民や観光客の玄関口となっている。飛行場には、アルバ出身のオランダ領アンティルの政治家ファンエンリケ、ヨラウスクイーンの名が付けられている。ヨラウスクイーンは、アルバ愛国党を創設した有力政治家であるとともに、大規模な観光開発を主導した人物である。彼の地元であるアルバでは、観光立国家に功績を残した人物と評価されている。 空港滑走路が396メートルと短いため大型のジェット機は着陸することができない。この空港を利用できるのは DHC-6 や BN-2 といった小型のプロペラ機やヘリコプターに限られる。滑走路の南側には小さな駐機場と空港ターミナルビルがある。駐機場はヘリポートとしても使えるようになっている。ターミナルビルには 航空会社の事務所、出入国管理事務所、保安事務所、消防車1台を持つ消防署と管制塔がある。塔は飛行場情報業務のみで管制業務は行っていない。サバ島近隣の島々この空港を利用する唯一の航空会社は地元のウィンドワードアイランズ航空である。サバ島の近隣にある新トマールテン島、新トユースタティウス島、 セントキッズ島とを結ぶ便は毎日あり、DHC-6 が運用されている。また、同社の子会社ウィンワードエクスプレス航空が、BN-2 によるチャーター便を提供している。シントマールテン島は、サバ島の北東約 45km にあり、飛行時間は約20分。シントマールテン島の一部からは、この空港を見ることができる。ありがとうございます。